ちは、こんばんは。まひめりです。はい、今日はですね、はい、私のお仕事お疲れご飯に来ております。お疲れ様です。嬉しい。まあ、プラスちょっと4年記念日はね、ちゃんとお祝いできてなかったので、そうだ、ね、今回はまあそれのお祝いと、まあ、引っ越し祝いなのでね、それも兼ねてちょっと美味しいご飯を食べながら、今までとこれからちょっと話していきたいなと思います。すごい、個室だし、ね、ちょっと贅沢。ということで、早速乾杯しましょうか。はい、はい、乾杯。お疲れ様。うまっ。あ、美味しいね。久しぶりにお酒飲むの。ね、外でお酒飲むの久しぶりだよね、めっちゃ。家でも全然最近なんだよ。そうね、確かに。超久しぶり。めっちゃ楽しみだね、お腹空いてるし。コースなんだかな。あ、そうそうそう、コースでお願いしてる。私も来たことあるんだよね。そうそうそう、僕の知り合いの方がやってるお店なんで、特別に個室化していただいたので、ありがとうありがとうございます。そもそも僕たち外食めっちゃ久しぶりじゃない？久しぶりね。もう何、 2、3 ヶ月行ってない。3ヶ月ぶりぐらいかな。なんかそうって言ったら、まあ、ちょっとファミレスとか、うん、作業するためにカフェとか合間になんかちょっと行くとかは全然あるんだけど、ちゃんとしたね、そう外食みたいな、お祝いみたいな、うん、食べに行こうみたいなやつはもうほんと行けない。マジ久しぶりだよ。っていうのも、僕たちの記念日4月の21なんだけど、4月の12なんだけど、5月21って4月の12なんだけど、そっからもう3ヶ月ぐらい経ってるでしょ。そうだね。そうで、その間にイベントが5月の中頃にあって、その後すぐ引っ越しがあって、うん、で、その後ムチをお迎えしてっていうのがあって、本当だったね、切羽詰まってたわけじゃないけど、ドタバタだったじゃん。なんかね。で、その後ひなちゃんが仕事辞めて、あとね、いろいろね、あって、今までなかなかお祝いするタイミングがなかったから、全部ひっくるめてお祝いしようみたいな。そうね、感じの会ですね、今日も。だって焼き肉がすごい久しぶりだもんね。なんかやっぱなんか一番大きいのはやっぱムチを迎えしてから、うん、あんまり夜遅くまで外にいたくないみたいなのが、ね、そう、それがでかい。あって、なんか食べるにしてもパッと済ませるようなところだったり、うん、まあ、それこそ買ってきて帰るとか、まあ、もちろん家で食べる機会も増えるし、うん、そこが大きいよね。そうなんだね。じゃあ何だろう、盛り合わせ、たちむちの盛り合わせでございます。ありがとうございます。いただきます。食べていい？食べて。ちょっと。やったー、美味しそう。うん。うまい。うまっ。塩サンでございます。うまっ。塩サンでございます。サンかな。絶対使わん。やばない。飛んでるかもしれない。めっちゃ美味しそう。いただきます。レモン絞って準備してください。最近学んだんだけど、うん、レモンは皮を下に絞ると、ね、皮のちょっと苦味とかが入って本格的なレモンになってめっちゃうまい。いただきます。絶対うまいじゃん。ねえ、うまそう。やばい、うますぎ。いいですか。どうぞ食べてください。いただきます。油すごいよね。あー、おいしい。噛むたび肉汁めっちゃシュッてね、うん、油がね気にならない。めっちゃうまいよね、うん、ちゃんとした焼肉久しぶりすぎてさ、ただ食べてるだけでテンションめっちゃ上がるよ。なんかこんなうまくていいのかってぐらい、まあ、焼肉ってやっぱすごいよね、パワー。なんかどうしても昨日には焼肉食べたいって思っちゃう。なんかジャージな日、ね、毎回話すよね、うん、なんか寿司がいいか、イタリアンがいいか、うん、みたいな。焼肉率高めだよね。3年記念日から4年記念日、だから4年目か、うん、4年目どうだった？あっという間だったね。マジで早かったよね。でもなんか高くなってて、気づいてから3ヶ月経ったって言われて、5年目もめちゃくちゃ早いんだな。早い、超早い。引っ越しとかね、いろいろイベントとかあったから、なんか出来事がさ、いっぱいあるとさ、結構早いじゃん。それに集中してる期間が長いから、はい、結構あっという間に過ぎ去っていくのはなんとなくね、理解はできるんだけど、にしても早すぎて、濃い3ヶ月があったのかね。そうだね、日常がになったけど、もう同性が、うん、同性もだし、なんか2人いることとマンネリ化がゼロではないと思う。あ、そうだね。なんか嫌なマンネリ化はしてないかも。俺毎回このこと、この言葉言ってるかもしれないけど、家族に近くなった感じするんだよね。いや、ほんとすごくいることが当たり前というか、だけど、なんかなんていうの、携帯とかつまらないマンネリっていう感じじゃなくて、実家とは違うけど、家の自宅が強くなったの。俺今まで新居って言ってたんだ、前の家の時。うん、今は家っていうの。おお。自分の意識の中でもうまい
自分の意識の中でもちょっとずつなんかホームっていうかね、お家になってきてるなって、うん、最近気づいたんですよ。まずしょうもない喧嘩は増えた、うん、でもこれは同棲しなかったら増えなかった喧嘩だと思うから、マジほんと秒で終わるんだよ。早いのもうすぐ終わるんだけど、しょうもなすぎて兄弟みたいな喧嘩って言えばいいから一番喧嘩だよね。そうそうそう、今までだったらデートの時間しかもないから、そこの間だけで機嫌になることとかさ、ちょうど自分のね都合が悪い時ってさ少ないじゃん、行ったら楽しもうって気持ちもあるし、だけどなんかやっぱ日常で過ごしてるとさ、ほとみくんに対してじゃなくても何か機嫌が悪いことがあったりとか、うん、態度が出ちゃったりとか、ちょっと出ちゃったりとか、まだ機嫌なんだろうとか、あるよ、そういうのが一緒にいる時間が長いからこそ、同棲してるからこそ垣間見えるし、普通だったら怒らないよなとか、普通だったら気にしないよなみたいなことに突っかかったりするの。なんかさ、ちょっと話違うんだけどさ、ハワイ行ったじゃん昔、一週間ぐらい行ったんだよハワイ、うんうん、あの時めっちゃ喧嘩したじゃん、結構いろいろあったね。まあ旅行先っていうのももちろんあるけど、なんかそれもちょっと同じようなことなのかなって最近思う。うんうん、まあ長くね時間を共有すれば共有するほど全く同じ人間じゃないから、やっぱそこに考え方の違いとかねいろいろ出てくるよ。そうね、そこで取り違くねってなって、まあお互い側のそういうところが強くなってくると戦いになるね。そう、でもまあそれにもなるし、でっからの嫌なやつじゃないの知ってるから許せるじゃないけど、そういう時もあるかみたいな。まあでも4年も付き合ってたら、なんか元の性格みたいな本質的な部分って結構わかる。出さないって人もいると思うけど、俺たちは割とも全開にオープンにしてるタイプだから、こういう時あるけど本当はでもそういう悪いなんか嫌なやつじゃないんだよなみたいな、こういうこと言ってくるけどみたいな。そうそうそう、そういうのがあるよ。でもやっぱ同棲はすべきだなって思う。自分の子供ができたら、してほしいね、子供と同棲したいって言われたら、まあ年にもなるけどいいよって言ってあげたいなと思う。なんかやっぱ俺たちの親の世代って結構同棲してなかった人も多いって、だからこそ自分はなんかそうしたいって言った時にそうしなって言ってあげたいなと思う。まあ不安もあるんだろうけどね。あ、そうそう、その理由だけじゃないとは、ね、そう、なんか大丈夫かなとか、まあ親も離れてほしくないのかちょっと絶対俺たちの心配になる。いや、そうだよ、帰れないとかだったら困るけど、そう、例えば、まあ、都内にいるから都内とか、電車で行ける場合以内とかだったら新幹線とかね、使ってくるとちょっと心配だし、あと相手がどんなやつかとか、それは確かに、同棲するときに記念のご両親に挨拶行きましたかって言われたけど、もちろん行くよ、それね、行った方がいいよ、行ったし、信頼度違うね、ちゃんと挨拶してよかったなって今思ってるから、なんか一回ね、そこでなんか面倒くさいと思ってさ、例えば挨拶しなかったとするとさ、その後めっちゃ会いづらくなるから、多分そう、ね、勇気がないじゃん。ちょっと心なんかなんか思ってるかもなとかね、思ってなかったとしても思われてるかもなっていう、でもさなんか後ろめたさがね起こるから、なんかなかなかさ合わせられない人とかいると思うんだよ。実家が遠いとさ、こっちは合わせたくてもあんまり合うようなタイプがないとか、まあいいよって言ってくる。実際問題なんか合わせたくても、まあ、お仕事柄上あんまり合わないとかね、時間帯がそういう時でも話しといた方がいいと思う。こういう人でこういうことしたんだよ、写真撮ってこういうことがあったんだよとか、なんかそういう、なんか本当しょうもないことでもいいんだけど、そういう細かいことを聞かれてから言うんじゃなくて言ってる方が安心とかしてるし、おたくみくんはすっごい信用度が高かったと思う。そもそもお母さんと、いや、会ったのは1回とか卒業式の時だけだから、ファンの時もあって、あ、そうだ、2回くらいか、お父さんは1回だね。お父さんは1回だね。お母さんは2回とか3回とか会ったことあるんだけど、まあ、でお姉ちゃんは結構会ってるんだけど、本当だったら多分ちょっと疑われるんじゃないか、まあそうだね、大丈夫かなって思われてたと思うんだけど、なんかそこに信頼度が高かったのは、多分私がある程度話をしたりとか、そう、ね、お迎えしてもらったとか、うん、あれで送ってくれたとか、うん、そういうところで話をしてた、そういうところ大事な気がするね、なんか一個一個省略ですね、うん、すごいモリモリじゃない、いろいろ楽しめるし、ひーちゃんあんま食べないものとか、そう、いいね、全然関係ない恋愛相談みたいな話してたから、うん、たまに話すんだけど、まあ、なんか周りの結婚の話とか、まあ、子供の話とか老後の話とか結構アバウトなんだけど、話をするときにやっぱなんかその未来を考えるとすごい楽しい、ね、俺はね、楽しい楽しい、男の子さ、おまりになるとかさ、言ってるじゃん。あ、まあ人によってはそう、なんか友達別に難しくてさ、女子からしたら多分、2人の未来のことで、まあ、言ったらさ、まあ、想像するだけただじゃん。楽しいですか、大丈夫ですか、楽しい、楽しい、だからそれがね、現実、少しでも現実になったらいいなと思うよね。みなちゃんもいつ結婚してるなんか、今の顔見た
なんかすごい微妙な顔するじゃん。で恥ずかしいよ。何恥ずかしいし、聞こうか迷った。ここで話するのちょっと近くない？俺が友達に話すのはさ、いいし、ゆうちゃんが友達に話すのはさ、別にいいけど、うん、なんかここで付け込みしたいのとかいう話もちょっと変じゃない？前まではお互いがすごく自立して親が安心できるようになったらって言ってたの、ずっと。うん、その気持ちは同じ。そうだね。いや、この人へっていうのはない。そうしたくないわけじゃなくて、これがもしさ、このタイミングでプロポーズしたらどうする？で、例えばね、今でプロポーズと言わないやん。まあ、もちろんそうだよと思うから、婚約者がいる状態も別にいいのかも。その期間って長くなくない？まあね、でも1年後とかさ、いるかもね。その後半年とか、そこでなんか断りますとかはないけど。俺はそれが整ってからかなってすごい思ってて、ぼんやりは。それってでもすごく感覚的なものじゃん。難しいよね。 YouTube 登録者が50万人いたらとかじゃない。全然そういう話じゃないからね、結構。だから難しいなってずっと思ってる、うん、結構俺もね、最近聞かれるの、友達に、結婚するのとか、結婚するのみたいな、うん、男子。あ、まあ、でも男子も女子もかな。あ、結構男子も聞いてくる。聞かれる、聞かれる。年になってきたんだね、じゃあ高見君も。そう、多分周りの人と仲良い人で入るのが来るなみたいな。そうなの？私がまあ年上だからって。まあ、そうそう、それもあるし、まあ、結構つけても長いから。あれ、付き合った年数は関係ないんだけど、関係ないんだけど、なんとなくなんかさ、もうそろそろみたいな。あんのかな、みんな持ってる、もうそろそろかもとか。え、思うんじゃない？おかめ。じゃあ、三国ハラミでございます。こちら切れ目のある方から入れていただいて、お好きなサイズにカットして召し上がってください。じゃあ、ガーリックチーズバターお好みで最後に召し上がって。はい、ありがとうございます。おかめくんはさ、友達に聞かれたら何て言ったらいい？するよって言ったらいい。あ、するよって言う。まだわかんないけどね。わかんないけどね。いつとか聞かれるけど、そうだから言えないですけど。AI によってこれを、この話するべきかな。今本当になんかたまたまだと思うんだけど、今年に入ってからの友達のね、しかもなんかまあまあ親しい友達の結婚報告がえぐいのよ。ラッシュ来てる、超ラッシュ。インスタでね、入籍しましたって写真を見て知る子もいるんだけど、本当に多くて、この間だって1週間に3人見たの。すごいでしょ。すごい。で、思ったのは、焦りは全くない。なんかそれこそ1回目のラッシュがなんか大学卒業するかしないかぐらい、22、23ぐらいの時1回なんかあったんだけど、その時の方がなんかやばいやばいみたいな、なんかちょっと変な焦りがあって、できる覚悟の前になんかやばいやばいみたいな気持ちがあって、でもよくなんか全然無理だわってなったんだけど、それを見て、まあ、おめでてとかは、でもそういう時期なんだなとか、確かにこの子若かったもんなとか、そういうのは言うけど、だから私も急がなきゃみたいな、残される、取り残されるみたいな気持ちは全くないけど、結婚式来てねとか、いつ頃あげる予定ですとか書いてあるんですけど、そういうのを見ると、結婚式あげたいってなっちゃうから。あ、そっちが強くない？強くて今思うし、ついこの間もめちゃくちゃ仲いい大親友の子が結婚するから、その子のドレスを見立てに行ったんだけど、なんかその準備をしてめっちゃ大変そうなんだ、大変そうなんだけど、なんかその選んでる感じとか、もう綺麗で、もう素敵になってる感じとか見ると、夢が膨らむじゃん。あ、まあそうだね。結婚式私もあげたいってなると、結婚式はね、結婚式って思うのって夢じゃん。左足もそういうの好きだからって。もう、ほんとそばで見てて思ったんだけど、結婚式って無限にお金かかるじゃん。お金かけられるの。そうね、ご飯とか式場とか、どうです何回衣が買えるかとか、いろんな人に楽しんでもらいたいから、そう、ね、お土産を持っととかで、自分のなんか世界観こだわりたいから、お花にお金をかけたいとか、かけようと思えばかけられるものすぎて、お金かかるわって思っちゃって、人生で一度かもしれないと思ったら、ね、妥協したくないじゃんって思ったら、ちょっとすぐには違うかなとか、そう、ね、なんか満足のいく式を挙げたいからこそ、そういう準備が整ってから、貯金したりとか、自分の心にも余裕が多分ないと、もうなんか手一杯の友達を見てて思うから、そういう全てを考えた時に、またやっぱすぐにはできないなって思うんだけど、でもなんかその結婚式への憧れはなんかやっぱ強くなったね。まあ周りで見るとやっぱほらね、マスよ。それはしょうがないっていうか、だから多分当然よ。今準備してる子たちも結婚式に行ったら、より増す、多分泣くしね。泣くしね。絶対泣くんだよな。絶対泣く。まあその時は広告かな。YouTube は大変になるよ、次のワンステップに進むとしたら。あ、そうだね。それは YouTube で
さすがに自立できるように頑張っていきたいね。ね、まあ、同年代の人もいるだろうし、それより下だったら上だったりね、うん、いると思う、いろいろいると思うんだけど、ステップアップしていくよね、3年 YouTube でさ、私たちもステップアップしてると思うし、見てるみんなも少なからず、まあ、ジャンプアップしてるから社会人になったりとか、結婚する子がいたりとか、みんな成長してるんだよな、思うの。報告してね。みんなね、うん、それはしてんの。見える範囲で大学入りました、そうだったよ、見せてくれてる子もいるんだけど、今進路迷ってるよとか、全然マイナスな報告でもいいから、そう、仕事辞めましたよとか、なんか話したいって時に話して DM 送ってくれるみたいな、うん、なんかそれ見て私も、あ、みんな成長してってんだなとか、あ、この進路選んだんだな、選んでたんだけどこっちにしたんだなとか、そうなりたいし、そうあるべきだよね、私は。うん、で、女の子に入りたいと思います。ありがとうござ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 います。嬉しい。あー、すごい。じゃーん、めちゃくちゃ美味しそう。ね、美味しそう。記念記念にプレートさせていただきました。嬉しいです、ありがとうございます。美味しそうですね。ということでプレートプレートいただきました、ありがとうございます。超可愛いし、超美味しそうや。食べよっか。いただきます。いただきます。ワッフル大好きなんだよね、私。うまいよね。うん、いただきます。うん、めっちゃ美味しい。うめぇ。マスに入った杏仁豆腐、うん、うまっ。めっちゃうめぇ。クリーミー。みんなもぜひ記念日とかに、ね、使ってほしい。うん、ご飯もだし、空間もだし、今日話した時にすごくいい時間を過ごした気がする。そうね、うん、掃除ってすごく。はい、ということで今日は、はい、お疲れ様&4年記念日おめでとうご飯でした。あと少しおめでとうね。そうですよね、全部全部おめでとう。まあそうね、言っちゃだよね。大量のおめでとうの日でした、うん、なんか久しぶりにこうやってね、二人で真面目に話したりとか、うん、まあ家ではもちろん話すんだけど、美味しいご飯食べたりとか、うん、久しぶりだったからすごい楽しかったし、なんかいい時間だった。久しぶりにこういうタイミングを使って、うん、ちょっと深い話できてよかったよね。よかった、楽しかった。ご年齢も改めてよろしくお願いします。お願いします。そしてお仕事お疲れ様でございました。ありがとうございます。頑張りました。頑張ります、これからも。頑張りました。タッグ組んでいきます。はい、ということで、はい、なんかネムネムボーイめちゃくちゃマッチョ好きだなって思ってた。声がちょっとよろしくお願いします。また次回もお会いしましょう。バイバーイ。別に好きじゃないよ。2、3回に1回絶対マッチョ出てきてるよ。ひなちゃんが好きなの。え、違うでしょ、好きだ。え、自分最近めっちゃマッチョ風出てくるから、めっちゃガリガリのくせに。